今回ちょっと出発いつもよりなんか早いのかなと思うんですけれども、はい、何か行ってから練習とかですか？いや、逆に、いつも韓国だから近いんですけど、行った日に練習しない派なんで、今日は休んで明日体育館の試合会場で練習できるようにっていうことで、今日早めにちょっと行かせてもらいました。あとミックスも予選あるので、それで試合会場でやりたいなって。今回は水谷さんとのミックスですけれども、はい、いかがですか？練習できましたか？2日間練習させてもらって、初めて本当に踏ませてもらったんですけど、1日目、1回目練習した時に本当に初めて踏んだのかなって思うよ。そのくらいすごい合っていて、なんかもう試合するのが楽しみで、本当に早く試合になってほしいなって。中国からジャパンオープンの3連戦もまだ終えたばっかですけど、またこうやって3連戦出発しますけれども、どうですか、気持ちっていうのは？そうですね、本当に前の3大会はすごいいろんな思いをした3大会でしたし、たくさん本当に反省点というか得るものがすごくあって、でコーチとの話し合いをしたりとかして、今回臨むにあたってやっぱりこう敵の部分では本当にすごく良くなってきたって、すごく私自身も分かっているんですけど、やっぱりもっともっと良くするためには、こう気持ちの部分で、精神的な部分でもっとカバーしていかないと上にはいけないっていうふうに思いましたし、今回の3大会負けたのもやっぱり気持ちの部分で負けてしまったっていうのがすごくあって、やるからには気持ちの部分ではしっかり勝って、そして実力で勝負したいってすごく思っているので、今回の練習では本当にそういうところも意識して、なるべくこう練習を楽しんでやることもできましたし、まだ意識してなんですけど、試合の中でもこう自分で使うというか、精神的な部分で負けないようにしっかりこの選手にも勝てるようにしていけたらいいなっていうふうに、そうすると自由に自分らしさっていうのを出せると思うので、そういうところを今回の3大会は前の3大会よりも自信があるので、毎試合1試合なんですけど、しっかり勝ちにこだわって打っていけたらいいなと思います。それでも自分自身でも感じている成長、この短期間でも多分あると思うんですけども、このまた3連戦っていうのも自分の中でちょっと楽しみたいでもいいんですけど、テーマじゃないですけど、またすごく大事な大会だと思うんですけど、はい、そうですね、今回の3大会は自分自身を試合の時に、試合も練習もそうなんですけど、本当に追い込まないこと、自分をこう自由にさせてあげることっていうのをテーマに、やっぱそうすると勝手に楽しくもなれますし、自由にこう自分らしさっていうのも出せて、もっとこうなんかいいところっていうのを出せると思うので、やっぱりそういうところを今回の3大会は出せていけたらいいなっていうふうに思いますし、今回のテーマが目標っていうんですか、そうです。分かりました、ありがとうございます。本当にそのジャパンの後練習ではどういう気持ちで、どういうふうにその気持ち、どういう感じですか？やっぱり気持ちの部分で落ち込んでしまうと、内容っていうのも卓球の練習もそこまでやっぱ良くはなくなってしまうので、やっぱりこういい調子でも、いい調子の時って精神的な部分って本当に勝手に良くはなるんですけど、やっぱりその良くない時にどうやって自分を保つことができるか、またさらにどうやって自分をもっともっと良くするかっていうのをすごい考えましたし、本当に難しいことなんですけど、練習ではすごく意識してできるようになったので、前よりも試合するのがすごく楽しみというか、今回の3大会がすごく楽しみ。それはこうミスにつながなかったりとか、あとその前に自分らしさを出させてもらえないときにこう気持ち的に落ち込んでしまったって反省があったって感じですか？そうですね、今回の3大会、前の3大会はすごくそれが多かったので、
3大会は自分らしさっていうのをやっぱなかなか相手選手はさせてこないようにしてくるんですけど、やっぱその時でもどうやったら今持ってるものを全部出し切れるかっていうのを冷静にしっかり考えて、でやっぱり気持ちの部分でしっかり保てるようにして、こう勝つ楽しむっていうことを忘れないでしっかりそれをやっていけたらいいなって思います。前の大会3大会より今の3大会の自信があるっていうのは、精神面での手応え、どういう手応えですか？精神的に、ですね、やっぱりこう、まあ、これだけ練習もたくさんしてきましたし、まあ、さらにその前回3大会臨む前の練習とは違って、自分の中でレベルの高い練習をできたというか、気持ちの部分なんですけど、もう卓球ももちろんそうですし、同じ卓球は本当に同じぐらいやってきましたけど、そのプラス精神的な部分で自分で意識して練習できたので、そこはちょっとレベルの高い練習ができたかなって自分の中で思いますし、さらにこうやっぱり少しは成長したと思うので、卓球の部分も精神的な部分なので、こう楽しみに部分っていうのは、その前の大会よりは臨むにあたってすごく大きいかなと思いますし、あとは本当に自信があります。やっぱりこう、まあ、目の前の1試合がすごく大事になってきますし、1大会1大会というか、その3大会を3週間3大会を1大会としてしっかり見ていけるように、それが今回の目標でもあるので、やっぱりそれをできるようにしていきたいなと思います。代表争いという意味では半年終わりましたけど、またこの大会っていうのはどういう大会に参加したいなと思いますか？そうですね、やっぱりこの3大会本当にガラッといろんな意味で変わる3大会だと思いますし、今回のに新たな初めての試合にも出させてもらうので、ワクワクというか、やっぱそういうのがあって、本当にまずは目の前の韓国オープンなんですけど、本当に一日を大切にと、やっぱりポイント1ポイントを大切にしたいなってすごく思います。なのでこう1ポイントを取ることというか、1ゲームを取ること、そして勝つことって